ネグロス島ネグロス島は、フィリピン中部のビサヤ諸島にある島で、フィリピン4番目の大きさの島である。特に、フィリピン1の砂糖生産で有名。面積は12,706平方キロメートル。東に、タノン海峡を挟んで、セブ島があり、その南は小さな四季掘る島がある。南には、ミンダナオ海を挟んで、サンボアンガ半島地方のサンボアンガデルノルテ州がある。 西はパナイ島との間がパナイ湾になっており、その先にツール海が開けている。北西にはギマラス海峡を挟んでギマラス島があり、その先にいろいろ海峡を挟んでパナイ島の南部を占めるいろいろ州がある。北にはビサヤン海がある。ネグロス島は政治的にも文化的にも二つに分かれている。東側は中部ビサヤ地方に所属する。 ネグロスオリエンタル州で、西側は西ビサヤ地方に所属するネグロスオクシデンタル州である。この区分は島中央部の山脈に基づいており、またこの地方の二つの民族集団の区分に基づいている。西側はビサヤ諸語の中でもイロン語語を話す人々、東側はセブラの語を話す人々である。主要都市はパナイ島との海峡に面した ネグロスオクシデンタル州の州都バコロドとセブ島、シキホル島に面するネグロスオリエンタル州の州都ドゥマゲテである。島の東部は低い山々が海岸まで迫る地形になっている。一方、島の北部と西部は広い平野になっており、サトウキビ畑が広がっている。島北部のカンラオン火山はバコロドの町の近くにそびえ、時折活動する。島南端には、 クエルノスでネグロス山という清掃火山がある。ネグロス島の産業は商品作物による農業が主で海岸部では沿岸漁業や養魚場などによる漁業が行われている。また銅、銀、金などの工業や林業も行われている。シパライ市にはフィリピン最大の銅工山があるほかカディズ市には水産基地が作られている。また近年は ダイビングなどのリゾートとしても注目されている。ドゥマゲテ市の南にあるアポ島はネグロス島本土から30分の位置でサンゴや熱帯魚が多くダイバーに注目されている。ネグロス島はフィリピン国内最大の砂糖の産地として名高い。特に島西部のネグロスオクシデンタル州は国内の砂糖の半分を生産し、砂糖キビのプランテーションが平野全体に広がり、 島の農業地帯の多くを占めている。プランテーションにはかつて砂糖運搬鉄道が縦横に行き交っており、島の15カ所にある砂糖の集積地に送られていた。また近年は国道を使って大型トラックによる輸送も行われるが、積載量が大きいので島内の道路が痛む原因になっている。ビクトリアス市にある政糖、生成工場はフィリピンのみならず、世界最大の大きさである。 一方、ネグロスの農業、経済は砂糖生産に依存したモノカルチャーとなっている。農地の大半がプランテーションになっているため、自給用の作物はほとんど作られておらず、食料は他の島からの輸入に頼っている。砂糖貴族とも言われる大地主が大農園を所有する一方、島民の多くは砂糖産業二従事しプランテーションの労働収入に頼り、 砂糖の市場価格に生活が翻弄されて、飢えや貧困に苦しむ者も,も少なくない。口実する砂糖経済の危機と内戦の不死を参照のこと。ネグロス島は元の名はブグラス、古い現地語で切り取られた島を意味していたと思われる。伝説では、ネグロス島は大きな大地の一部だったが、海に切り取られてしまったのだという。中には、 これを大陸移動と解釈する人もあれば、表記の後に海面が上昇したことを表すと解釈する人もいる。ネグロス島の先住民は暗い色の肌をした、ネグリト人に属する人たちで、独特の文化を持っていた。それゆえ、フィリピンを征服したスペイン人公会社、ミゲル・ロペスでレガスピノ部下たちは1565年4月に、この島に到来した時、あった。 先住民の肌が黒かったので島の名を、ネグロスと呼んだ。初期の先住民たちの集落は、ビナルバガントイログで、あとに1573年と1584年に、それぞれ町になった。記録に残る他の集落は、ヒニガラン、バゴ、マラヨ、ママラン、カンダグイットなどがある。レガスピは、部下13人をこの島のエンコメンレールに指定し、ネグロス島を、 パナイ島にあるオトンの町の町の管轄下に置いた。1734年、ネグロス島は軍が支配する地となり、色具にその本拠が置かれた。軍政府は後に、ヒママイランへ、そして1849年に、バコロドに移っている。この期間を通して、教会や役人、スペイン人入植者、現住民内の支配者らは農園を拡大し、農民の多くはオザ、オク坂実り、 農園労働者化した。19世紀半ば、対岸のいろいろ市は、裕の港町で当時ビザ屋の中心的都市だったが、ここのイギリス人副領事ニコラス・ルーニーは、世界的に需要が高まっていた、砂糖産業に目をつけ、資金を貸し付け砂糖産業を進行した。いろいろの富裕層は、ネグロス島の大規模開発に乗り出し、一気に、砂糖キビ栽培が広がった。 1890年、スペイン人支配者は島を、ネグロスオリエンタルとネグロスオクシデンタルに分割した。フィリピン革命その中の1898年11月5日、ネグロス島民は、軍政官、イシドロ・デカストロ大佐の支配する地方政府に対し反抗して立ち上がった。スペイン人支配者たちは、バコロドに向かって挟み打ちするように進軍する武装した、軍衆を見て、降伏を決めた。 バゴの不安が荒れた将軍とタリサイのアニセとラクソン、将軍に引きられた革命軍は、実際には、ヤシの木を削って作った偽ライフルや、黒く塗ったむしろを丸めただけの偽大砲と同じく、黒塗りのヤシの実の偽砲弾で偽装していたのだった。11月6日の昼までに、軍政府は、降伏文書に署名し、ネグロスオクシデンタルでのスペイン支配は終わったのだった。ネグロスオクシデンタルでは、 毎年11月5日をネグロス人が自由のためにスペイン人に対してコケ脅しの武装で立ち上がった日として記念している。1989年2月10日、コラソン秋の大統領の政令で11月5日はこの州の正式な休日になっている。スペイン支配を倒した後、ネグロスの領州はルソン島とは別の共和国、ネグロス共和国を形成したが、 米非戦争の後フィリピン全体がアメリカの支配下に置かれ、短命に終わった。太平洋戦争でネグロス島も日本軍の占領下に置かれ、住民の多くは山へ逃げた。1944年、逆にアメリカ軍が侵攻してくると、日本軍が山へ逃れ、抵抗の末1945年8月6日、降伏した。ネグロス島は植民地時代以来、 砂糖栽培で繁栄したが、一方で単一栽培化と貧富の格差が進んでいた。わずかな大地主は豪邸での生活を謳歌する一方、農民の多くが平野部のプランテーションに雇われる農業労働者となっていた。1985年、砂糖の国際的な取引価格が暴落したことで、ネグロス島の砂糖産業は打撃を受け、地主の破産、プランテーションの放棄、 農園労働者の解雇が相次いだ。自分の土地を持って農業を営む農民と異なり、農園主に雇われて働くことで日銭を稼ぐ農園労働者は地主が砂糖栽培を放棄すると同時に失業者となり、一切の収入の道を断たれるため、ネグロス島全土に急速な勢いで飢餓が広がっていった。やがてユニセフがネグロス島の児童十数万人が、 親の失業のため菓子の危機にあるとアピールし、日本でも日本ネグロスキャンペーン委員会などの NGO が発足して、飢餓救済のための活動を開始する事態に陥った。砂糖価格の低下から飢餓に至った縁因としては、植民地時代から続いてきたアメリカとの特権的、関税貿易が1974年に打ち切られた、後に新しい砂糖の買い手を見つけるのに手間取ったことが、 あげられる。1970年代以降、EC やオーストラリア、タイなどにおける、天才島や、欧米、日本などの先進国における、代替管味料の生産が増加しており、オイルショックの影響から各国とも、自国産業の保護を優先していた、ためフィリピン産素島の需要は激減していたのである。また、農園主は、毎年新しく畑を耕して、施肥をしてから、 サトウキビの苗を植え付けるなどの仕事を開始するにあたり、国立銀行から融資を受ける必要があるが、サトウ危機が生じた1985年頃は、マルコス独裁政権の末期にあたり、政治経済が不安定であったため銀行からの融資に、対する利子が急騰したことも、農園主が佐藤栽培を放棄した一因である。また1970年代以降、 こうした貧富の差の大きさから新人民軍に身を投じる者が多く、彼らゲリラによる武力攻撃や誘拐が相次いだ。国軍は大規模な対 NPA 軍事作戦を行い、内戦状態となったが、山間部の農村は双方の戦闘と国軍による総統で破壊され、多くの難民が出る惨状を呈した。1990年代半ば以降 NPA はほぼ壊滅したが、 内戦の後遺症は残り、村へ帰れない難民も多い。政府は1988年以降包括的農地、改革法を制定し、ゲリラの原因となる土地所有の問題を根本的に解決するため農地の強制収容や配分をしようとしたが、地主の抵抗が強いため収容、配分目標は達成できておらず、農地の多く、特に輸出のためのプランテーションは依然私有地である。 2000年代国際座頭市場やネグロス経済は回復したが、島内の貧富の差は根強く残っている。2012年2月6日、東部の沖を震源としたマグニチュード6.9の地震が発生し、多数の死者が出た。ありがとうございます。